カニズムトップ10でございます。おー気になる、はい、というわけでね、改めまして、はい、皆さんこんにちは。こんにちは今週からはむーちゃんとさくさんがゲームランキングを引き継いでいくことになりました、はい、頑張っていきたいと思います。頑張ります。お願いします。ということで、ゲーム大好き女子のむーちゃんが、うん、ジェーマのデータを調べまくっている今の軍曹をはじめ、いろいろな人と調べてきたジェーマのランキングをお届けするジェーマランキング、今回は開発に苦労したメカニズムのトップ10です、はい、なるほど。開発に苦労したっていうのは、うん、具体的に誰が決めてるんですか？今回は、はい、ジェーマのカード開発をしているウィザーズ・オブ・ザ・コーストのシニアゲームデザインマネージャーであるシャバさんこと岩本さんに全面協力をお願いして、苦労したメカニズムのランキングとその理由のコメントももらってきました。なるほどね、うん、じゃあもう開発者ご本人の意見が聞けるってことですか？そういうことです、ね、すごい、超レアなコメントが盛りだくさんなので、はい、余すことなくお伝えするべく前後編でね、お届けしていきたいと思います。お願いします。ではまず早速10位からいきます。はい、第10位はラビリンス。おお、ラビリンスっていうのは、うん、メタリカが持つ相手よりこうシールドが多いと発動する能力のことですか？そうですね、うん、シャバさんのコメントは、メデイア城でラビリンスデュエルをやりたいという要望から生まれた、うん、当初シールドの前にラビリンスを出現させるなど様々なアイデアが出され、その時に出た表向きのシールドを使うアイデアが後の裁きの紋章やサブアークへとつながったということです。なるほど。まず先にラビリンスっていう言葉があって、それを実現する能力を考えるのに苦労したっていうことみたいですね。いろいろ考えたアイデアとかが、うんうん、また別の能力を生み出すっていうのはなんかすごいですね。そうですね、うん、それでは続いて第9位、はい、サイキックリンク。おー、バトルゾーンに複数のサイキッククリーチャーが並んだ時にこう裏返って合体するやつ。そうですね、お、はい、シャバさんのコメントは、はい、デザインに美しさを求める男ブライアン・ティンスマンが最後にリリースしたセットで、サイキッククリーチャーを継続させた上でいかにアップグレードさせるかを考えて生み出されたメカニック。なるほど。ブレスト中にみんなノリノリでそれいいねって感じで決まったのだが、ルール的にどう成立させるかが大変だった。ぶっちゃけサイキックスーパークリーチャーはスーパーサイキッククリーチャーにすべきだったなとは思うとのことです。なるほどね。アイデアを出すっていうのも大変やけど、うんうんうん、でそのアイデアをこうルール上どういうふうに機能させていくかっていうのを考えるのとかもすごい大変ってことですね。そうですね。ちなみに、うん、サイキックスーパークリーチャーとスーパーサイキッククリーチャーってどう違うんですか？今はこうルール上で、うん、サイキックスーパークリーチャーはサイキッククリーチャーとして扱うってなってるんですけ ど、スーパーサイキッククリーチャーにしとけば、うん、そもそもサイキッククリーチャーっていう言葉を含んでるから、そう、新しく別のルールを作る必要がなかったなっていうことじゃないかな。あー、なるほどね。確かにそうですね、うん、それでは続いて第8位、忍者ストライク。おお、これはブロックされなかった時に手札からこうコストなしで使える能力、うん、そうですね。こちらのシャバさんからのコメントは、はい、僕が会社に入って初めてセット開発に関わった時、アイデアが追加で一つ必要ということで考え出したもの、うんうんうん、デュエルマスターズに相手ターンでのやり取りがほぼないことから、コンバットトリックを導入したら新しい駆け引きを生むことができるかと思いチャレンジした、うん、しかしそもそもデュエルマスターズはシンプルなゲーム性そのものが重要であったり、不必要に考える時間を増やしてしまうことは望ましくなかったため、バランスを取ることが難しかったとのことです。なるほど。確かに対戦してて、うん、相手がこう忍び持ってるんじゃないかって考えるのって結構難しいやんか、うん、そうね、まあ、だけどそれも逆に面白いところでもあるので、ね、まあ、私は結構好きですね、うん、忍者ストライク。そうですね、はい、いいですね。それでは続いて第7位、ヤラクシールド。こちらは手札からシールドゾーンに表向きで置いて、次のターンにバトルゾーンに出てくる能力ですね。そうですね、はい、こちらに関するシャバさんのコメントは、はい、シールドゾーンに待機させて少ないコストで出すことを可能にするメカニック、うんうん、相手との駆け引きを作り出せる点は面白いのだが、テンポが遅いとほぼ機能しないし、早くしすぎると閉塞感が強くなるため、ボーダーラインの見極めが非常にシビアであった、うん、またメカニックが必要とするテキストが多い問題を抱えていたとのことです。なるほど。確かに、うん、ギャラクシールドを持ってるクリーチャーってテキスト結構長いものが多いですよね。しかも閉塞感って確かにシールドをこうとにかく増やして増やして粘り強くなるギミックやからこそ、うん、あんまり軽く出してしまうと増えすぎて、うん、そうね、もう何のゲームってなっちゃうもんね。終わらなくなっちゃうね。あとこう手札をシールドに置くっていう能力と、うん、シールドからバトルゾーンに出る能力のどっちにギャラクシールドっていう名前をつけるかっていうのも結構苦労して考えはったみたいですね。なるほどですね。はい、それでは続
続いて第6位、はい、六体神。おお、6位だけに。6位だけに6体神でございますね。六体神は、うん、6体でゴッドリンクする能力のことですね。そうですね。こちらのシャバさんのコメントは、はい、ラスボスに向けてゴッドをどんどん多くリンクさせていこうという意図から作られた、うんうん、最終的な見た目は派手になるが、うん、完成させるためにどういうプロセスを取るかということが大きな課題であったとのことです。6体で合体させるってこうめちゃめちゃこう聞いただけでもかっこいいじゃないですか。そうね。だけどそのアイデアを実際にどういうふうに使えるようにするのかっていうのは確かに大変そうですね。そうですね。なかなか苦労されたみたいですね、うん、というわけで以上、うん、ここまでが開発で苦労したギミックランキング前編でございました。ランキングはこんな感じです。はい、前編のこの5つだけでもかなり濃いギミックが揃ったランキングでしたね、うんうん、そうですね。来週のこの後編ではこうどんなギミックの、ね、裏話が聞けるか、うんね、楽しみですね。楽しみですね、はい、皆さんもぜひ、ねうん、見たいランキングだったりとか後編でこのギミック登場するんじゃないかって思うものをぜひ予想してコメント欄に書いてください。お願いします。ということでこの動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。そしてコミュニティ投稿もぜひチェックしてください。お願いします。